成瀬も1番にヒットを打たれましたが2番3番抑えてきました。ライトへ打球が伸びていく、届きました、ホームラン。9回の裏、カブレラライトオーバーのツーランホームランを放ちました。第15号のツーランホームランです。粘るオリックス、9回の裏、好投の成瀬から4番のカブレラツーランホームラン、3対2、その差は1点になりました。コンパクトに打ってホームランですよね、あの方向にね、いやこれでね、T 岡田また見れますし、そうですね、期待が膨らみますよね。で T 岡田が今シーズン成瀬から2本のホームラン打ってるんですよね、はい、角度を変えてカブレラのホームラン、コンパクトに、ね、少しボール気味なんですけど、ね、はい、ヒット狙いでホームランになるのでね、いやでもねやっぱり9回の表、はい、あそこに草抜きが頑張ってればこれサヨナラなんですけどね、本当ですね、やっぱりこうもったいないなっていう気がしますけど、